ポラベアチャンネルをご覧の皆様、ポラベアの C です。こんばんは。かぶっちゃった、すいません。ポラベア C の、妻、 C 妻です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ついに明日、明日だ。ほぼほぼ準備に1週間ほどしか今回はなくて、まあ、ちょっと思い立ってハワイに行くっていう、まあ、本当に人生で初めての大きなあの衝動買いをしまして、弾丸ハワイっていうこと、弾丸ハワイでちょっと、まあ、金銭的にいろいろ大変ですけど頑張っていきたいと思っています。でこの間就航した A380 ホヌビント、やっぱり私たちがその衝動買いを思わず決めてポチってしまった、まあ、決定的な理由が行き帰り、そのフライングホヌで、うん、もうずっと乗りたかったホヌで、往復して、それでもまあこのお値段ならっていうものを見つけてしまったというのが大きいんですよね。普通だと、まあ、いくらぐらいだったかな。ゴールデンウィークだとやっぱり25万くだらないみたいな、うん、当たりかな今まで見てた感じだと、うん、まあ、今回はカウチシートを帰り便だけ、そうですね、あの取ったんで、あの20万ぐらいになってるけど、カウチにしなければ18万ちょっとぐらいだったんでね。だから相当安い、うん、なぜかそこの我々が取ったところだけがピンポイントで安かった。ちょっとこうずらした日取りになると、前後どれぐらい安いかっていうのをやっぱ見るってすごい大事で、無理がなければ、まあ、お休みをずらしたりとか、うん、うまくするとちょっと安く飛べるのかなって思いましたね、うんうん、で、タイトルにもありました、今回はあの、出発直前ということで、私たちがワイキキ周辺でやりたいこと、で実はワイキキにちゃんと行ってちゃんとそこそこお店に入ったりしたのはもう本当に前、2013年に一度お友達の結婚式きっかけで行ったのと、あと15年、15年ですね、あの、うん、あれはあの私の父母と行ったっていう、ね、ただあれは、まあ、基本的にはツアーのような形だったので、うん、とても慌ただしくて、うん、ワイキキで気になってるところを回るっていう余裕はなかったんですね、うん、でその後すっかりもうカイルアというあの街にいつも、ね、動画をアップしてるあの街にハマってしまったので、ホノルルクッキーを買うために一瞬寄るっていうのが私たちのワイキキにここ数年なってたんですけど、でもやっぱり魅力的なお店も増え、まあ、増えてるね。あとアーティスティックな街と今ちょっとこうカカアコあのもう、まあ、ちょっとこう映える街、ね、映える街、うん、我々からはちょっと、はい、あのまあ、世代的に世代的にどうなのよっていうところはあるあ、でもすごい綺麗なあの素敵なあのエリアだなって感じていて、ちょっとあとはやっぱり気になるものが本当に増えてきたので、まあ、だったらもう今回はワイキキだけに滞在して、ワイキキ周辺をどれだけ楽しめるか、そうですね、で私たちがやりたいと思っていて今までちょっと溜め込んでいたやりたいことを、まあ、どれだけできるかっていうのが今回のテーマになります。でそれがこのやりたいことを書き出してみたのがこちらになります。ドドン、はい、結構ある、これ全部できるのかな4泊でできるのかちょっと謎なんですけど、まずまあ、ざーっと言ってみると、まず KCC ファーマーズマーケット行く、うん、これは土曜日の朝やっているので、うん、7時半から、はい、11時までこのマーケットは結構有名で大きいらしく、うん、今年の、夏に私の弟があのワイキキ行ったんですけど、あの、まあ、言ってすごく良かったっていうこともありまして、ぜひ行ってみたいと思います、ね、次ワイキキエリアのレンタサイクル、ビキでサイクリングがしたい、これ去年あたり、本当にここ数年あのレンタサイクルのポートが、かなり多分100箇所ぐらいって書いてあったかな、かなりたくさんあって、そこに返せば、まあ、どこで降りてもっていうか、あの自転車を借りて、しかも、25ドルぐらいかな、300分か、300分、5時間をあの自由に使っていいっていうプランもあったりするらしいんですね。翌日も使える、使える、まあ、乗ったトータル時間で300時間、あそんな300分、時間なんてありえない、300時間なんてないよ恐ろしい、300分、うん、なので、まあ、このビキを私たちは今回活用して、
基本はレンタカー私たちは使わないので、うん、これでまずワイキキの街を自転車で走ってみたいというのがあります。それから、ですね、ワイキキビーチで魚リサーチってあるんですけど、実は私たちこれだけ何回もハワイに行かせてもらっているのにワイキキビーチで泳いだことがないんです。で、まあ、理由はもうあのカイルアにあるラニカイビーチにハマってしまったということが大きいんですけど、うん、やっぱりワイキキビーチ泳がないと一度はっていう、なんかダメなんじゃないかっていう、でお魚いっぱいいるよっていうお友達情報もあって、でワイキキビーチって実はあのなんか別のビーチの名前がついてるエリアとしてもっとこう広いから、子供が遊びやすい、あの遠浅のそこの魚がいるなんて話も聞いて、カピオラニ公園方面のビーチっていうのはちょっとすごく今回気になってるんで、ビーチを散策しながら泳いだり、まあ、そこまで行く動画も撮りながら、うん、いいなと、うん、でこの次が2階建てトロリーの2階に乗る、これは C の希望ですね、うん、これなんか見晴らし良さげじゃない、これはなんだろう、どこをどういうふうに走ってどう乗ればいいのかちょっと分かってないので、うん、ね、調べてみたいなと、これちょっと乗ってみたいですね、うん、でそして地ビール飲み比べレポで、これはあすいません、うちのボンボン時計が入ってますがあのこんな時計をね、ちょっとレトロ時計が鳴っていますが、ですね、カカアコ、多分カカアコにあったのかな、まあ後でもう一回調べないといけないけど、はい、テレビで紹介していてとてもいい感じだったのでちょっと調べてあの行けたらいいなと思ってるお店ですね。こうですね、次ロコに人気のザ・オリジナルパンケーキハウスの仮秘店というところで、ここにしかないパンケーキ、ポイパンケーキを食べてみたい、うん、でこの、オリジナルパンケーキハウスっていうのはアラモアナショッピングセンター方面にもあるらしいんですけど、そこにはないメニューがあるらしいんですね。なんかもちもちした、うん、ポイというこれお芋なんか入ったパンケーキをちょっと食べてみたい。次がもうここすごく有名なレナーズベーカリーでマラサダとグッズ購入、マラサダはちょっと分かるんだけどグッズ購入は、C の記号ですね。なんかあった、うんうん、なんかね変なもの売ってそうだったんだよねあのマラサダのキャラクターみたいなやつの T シャツとか、なんかね、あとは iPhone ケースが意外といい感じなのを発見したんだけ ど、 あの今売ってるかどうか分からない。うん、でなぜか日本 の、 あの横浜店で売ってるっていう話もあるんだけど、ただそこと本店というかハワイのやつがどう違うのかっていうところ、向こうできれば向こうのオリジナルの向こうでしか買えないものを探しに行くっていうので一応入れた、入れた、はい、で次がハワイの三大クッキーの一つって言われているザ・クッキーコーナーのクッキーを食べる、うん、これちょっと理由がありまして、弟があの今年ってあの会社用に買ったらなんか食べたらすごく美味しかったと、で私たちはホノルルクッキー と、もう一つある、なんだっけ、ビッグアイランドクッキーかな、それの、あの三大クッキーのうち2つは食べれてるんですけど、これは食べたことがなくて弟にも頼まれたということもあるので、買うついでにこれで三大クッキーをコンプリートしたいと、どんな味なのかなと、まあ、ビッグアイランド僕は食ったことがないと思うんですけど、ね、C は食べたことが、うん、私ちょっとお友達にいただいて、私の好みはホノルルクッキーに実は軍配が上がってるんですけど、まあ、もう一個のもぜひ食べたいということでやりたいなと思って、あとは、これはやっぱり C の希望で買い向きの中古アクセサリーショップを再訪、再び訪れたい、実は1回目のハワイでそう行ったんだよね、たまたま見つけた買い向きっていうエリアだよね、すごいローカルでこんなところにこんなお店あるのみたいなところにたまたま入ったら、まあ、あんまり動画でアップしてないけど、あの時計が大好きなんですよそうですね、でその、ジウジアーローっていう、ジウジアーローっていうものすごいこう有名なデザイナーいるんですけど、その人のにあのセイコーの時計があった、そう本来はもうヴィンテージになっちゃってるんで、うん、7、8万日本でかかるのに、いくらって聞いたら45ドルって言われてはっていう、そういう出会いがあったお店があるからまだあるのかなっていうのを見てみたい、そうかなりあのローカルなちょっと薄暗いところにあって大丈夫かなっていうお店だったんですけど、買い向きで
てあってたと思うんですよね。あのちょっとワイキキエリアからは実はその時はタクシーで行ったんですけど、今回ビキで行ける範囲なのかタクシーでやっぱり行かないといけないのかっていうのをちょっと調べた上で、まあ、叶えば行きたいなと。そんなに時間 ね正直かかんなかった気がする。そう思うんですね、おそらくですね。で次がワイキキのホールフーズマーケットチェックと同じくあのワイキキのターゲットというお店。行ったことないからね。ないです。あの、うん、カイルワで初めてホールフーズを私たちは知って、うん、スーパーね有名なとこですけど、でターゲットも、まあ、いわゆる、ディスカウントショップみたいなところなんですけど、カイルワのお店しか知らなくて、これワイキキにもある、そう方面にもあるそうなので、まあ、どんな雰囲気が違うのか、うん、だいぶ違うっていう話をちょっと、うん、お店構え、なんかカイルアの方が伸び伸びとしてていい感じですねっていうコメントいただいてたんで、あ、そうかそうか、うん、あの木造のねちょっとそうそうそう、ちょっとやっぱりあのポイントが違うんですよね、建物自体、うん、でちょっと、ま、比べてみれたらいいなって思っています、うん、であとはワイキキ限定の iPhone ケース購入、これは C の規模で、うん、まあ、さっきのレナーズのグッズにつながる、まあ、あとは行くかどうかちょっと分かんないけど、実はムーミンショップもあって、ハワイでムーミンショップがあってっで、あのハワイの格好してるムーミンの iPhone ケースとか売ってる、あのスヌーピーが焼けてるのは見たことある、そう焼けたやつとかね、あとドラえもんが焼けてるやつも実はハワイであるんだけど、それはでも女性 の, なんかあの化粧品関係のグッズなんだって。だからドラえもんのなんかバッグとかキティちゃんとかもいる。それどこにいるんだろう、うん、でもねちょっとうち今回泊まるところからだと自転車ででも 11,2 分ぐらいで行けるような距離だったから、まあ機会があったらそっち行くかな、あるいは全然違うところで買おうかなみたいな、ちょっと時間が許せば探してみたいなって思ってますね。でこれ最後なんですが、あのカピオラニ公園周辺散策というところ、最後じゃない、あ、これ最後じゃない、あ、まあ、でもまあ、 あのこの周辺で最後ね、あのカピオラニ公園には実は行ったことがほぼない、ない、ないんです、有名なのに、あそこすごい広いところなんですよね、うん、テレビで見て、なんか私個人的にはあそこにあの布を引いてちょっとあの伸びてストレッチしてみたらどうなんだろう、ダメな場所かな、まあ、変なのかな、あのできそうならやりたいな、会社から直行ハワイ旅で、はいはい、あの木スタジオの中庭でシーズマが、はい、あの寝そべってる動画があるんですけど、まあそういうことをやりたいってことで、やっていいエリアなのか、うん、ちょっと恥ずかしくないエリアだったらちょっとね、うん、やってみたいんですけど、まあ、一番はあのその周辺のそばにあるモンサラット通りっていう、こちら結構有名なのかな、グルメ通りを見てみたいなっていうのと、そこのすぐそばにあるあのビーチが目の前のカフェの、ベアフットビーチカフェっていうところが、まあ、ちょっと写真見て素敵っていうのと、お友達がいてとっても良かったっていう情報をもとになんですが、たまたまなんですけどベアフットビーチカフェ、ベアフットってクマの足、わからないの、スペルを見てないので、でもそうだよ、そうなのかな、ベアフットビーチカフェだからクマの足あとのビーチのカフェじゃないの、勝手に思ってるんですけど、うん、違うかもしれません、まあ、ごめんなさい、うち白熊なんで一応ご縁なのかなと思ってねそうですね、うん、まあ、全然違うスペルだったらあの笑ってくださいって感じなんです、まあ、このカフェも行けたらいいなと、まあ、なんかこんなラインナップで実はまだいろいろやりたいことはあるんですけど、これが4泊で果たしてできるのだろうかっていう、うん、まあ、全てなのかこの中でこれをクリアしたから次回に回すのか、はい、そこは我々の体力と根気次第、ね、万が一ですけどコメントでこの中で絶対行ってくださいとか、うん、ここにないっていうのでここ行った方がいいですよっていうのもあったら、まずここにある中で、うん、言ってほしい、これは絶対行ってほしいって言われたら優先して行きたいなと、うん、でこれプラスあっちこっちは無理だと思うんだけど、コメントで実は自分ここ気になってるから行けたら行ってきてくださいってあって、うん、行けそうであれば、まあ、行ってもいいかなって、うん、行ってみたいかなっていう感じもしています。どうなることやらっていう感じなんですけどね。で実はあの今回、できればもう一つというか、やってみたい、チャレンジしてみたいことがありまして、生放送というのはちょっといろいろハードルがありまして、まだ私たちできないんですけれども、で、iPhone で撮って、
その場ですぐ YouTube に映像をアップするっていうことはどうやらできるようで、あの成田空港から生中継っぽい生中継っぽい配信ができたらいいなと、まあ、その場で、まあ、明日ちょっと行った時にあのフライングホームをちょっと撮影できたらしたり、あの、まあ、空港からちょっとこうお届けして、それを撮ったものをなるはやで YouTube にアップして、あのすぐ見てくださった方にとっては割とこうリアルタイムに近い動画を上げていけたらいいなと、そのためのちょっとアイテムを準備してたりとかしてるんですけど、まあ、もしかしたら Wi-Fi 環境とか、まあ、私たちの機材云々の関係で、まあ、うまくいくかどうかわからないんですが、向こうに着いてからダニエル K 井上国際空港からも生中継っぽい、で今着きましたみたいなものを生中継っぽい感じでぽいがポイントです。生中継じゃないけど、なるべく時差なく、あの撮ったらすぐっていう、すぐアップできたらいいなと思っていて、でこれ同じく早朝のワイキキ散歩生中継っぽいあの配信ができたら、まあ、朝ごはん食べてるところを撮ったらなるべく早くアップするとか、で他 の、 あの細かいレポとかそういう動画は帰ってきてから丁寧に作ってアップしたいなって思ってるんですよね。だからちょっと現地でチャレンジしたいこと、そういったこともやりたいなと思ってますね。やれるかな、ワク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 ドキドキしてますね。またあのカイルアと違う今ちょっと心持ちというか、そう、ね、テンションとかちょっとこう、うん、まあ、なんか遠足に向かう小学生みたいな気持ちにちょっとなってます。カイルアがね、はい、あの良くも悪くも何回も行っていて、まあ、正直ホームグラウンドになっちゃってるからあんまり緊張感がなかった、なんかのんびり行こうかなみたいな、うん、今回ちょっとでもホノルルは本当になんかこうのんびり歩いたのって本当に2回ぐらいだし、1回目はやっぱり慣れてないから緊張感があって、うん、それなりのこう友達も一緒だったから、うん、わーっと騒いでフリーじゃなかったしね、うん、ちょっとパリピっぽくなってたかもしれない。そう、ねうん、大人数のお友達と一緒だった、うん、友達の結婚式だからなおさらテンションが ね、 ね、高かった、ね、でその次のは親と一緒だから逆に親の面倒を見ながらっていうのは、うん、まあ大変だったしツアーだったから忙しくってね、もうダイヤモンドヘッド朝5時にバスに乗って行って登るとかだったから、さすがになんかのんびりした記憶があんまりなくて、だから今回初めてのんびりワイキキ周辺っていうところが、2人でゆっくりワイキキっていうのはもうこれが初になるっていうことになりますね、うん、だからそこがあのすごくワクワクしていて、でどうしてもいつもハワイ行くとあのカイルアの方で長く滞在したいっていうことになると、うん、ワイキキってどうしても後回し、うん、置き去りだったので、あの今回は、まあ、私たちなりに、やってみたいことを中心にいくつできるかっていう旅にできたらいいなって、多分なるべくリーズナブルにしたいなっていうところもあるし、実はねすごい泊まるところがびっくりするほどだだっ広いらしく、うん、そこもねぜひこんな広いんですっていうのも生中継っぽい感じでなんだこれっていうのを、まあね、実はちょっと 裏話があるんですが、これはまた後の動画で あるんですけど、全然そこはあのセレブだからでかいとかじゃなくいろいろ理由があります、あったと、あったと、はい、あの私たちが個人手配の中で気をつけなきゃいけない部分も今回やっぱりまた見えてきたりしたので、そういったこともはあの後ほど動画で上げていけたらいいなと思ってます。でもあの C の、ね、バックはあのもうすでに成田空港 に飛んで行ってしまったんで、はい、あの大和急便さんにね、あの空港宅急便で、私の荷物だけ今置いてあるんですけど、あの女性はですね当日までお化粧するのでなかなかパッキンが全部当日まで終わらなくてあれですけども、ちょっとそのワクワクをこれからまたもうちょっとあの楽しみつつ明日のフライトに向けて頑張りたいと思います。私は明日出張に行って、はい、そうですね、その後、はい、名前通りに会社から直行ハワイ旅2が明日からスタートします。嬉しいですね、こんなに早く2ができるとは思ってもいなくて、ちょっとあの無謀なねあのことも含めですけど、あの楽しく送れたらお送りできたらいいなと思っています。ぜひお楽しみ、ぜひお楽しみください。頑張ります、うん。
ちょっと頑張ってきます、はい、それでは、明日からの、まあ、緊急ハワイ旅ということで、うん、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいです、はいはい、では明日をまたお会いしましょうということで、See you again.